はい、皆さん、こんにちは。岸田と申します。本日はドラゴン桜最終回の解説考察前編をお届けしていければと思っております。一応、前編と後編と完全に分けた動画になっておりますので、連続してご覧いただかなくても大丈夫でございます。えっと、じゃあ、まずちょっと話ですね、入っていければと思うんですけれども、感想はですね、もう言いたいことがたくさんある、もうほんと素晴らしい最終回だったんだと思うんですけれども、感想を話してるとですね、それだけで1時間かかってしまいそうですので、ちゃんとですね、今回起きたことというか、ドラゴン桜全体を通して、起きたことをですね、まず整理してから 感想は後編の方でじっくりとお話ししていければと思っておりますでですねまあ、動画の構成からまずちょっとお届けしていければと思うんですけれども今回のこの動画この動画前編になるんですけれどもこの最終回前編の動画ではまあ、米山くんの自殺未遂の真相そして学園買収問題の真相についてまああの俗に言う考察要素が あの最終回直前まで盛り上がった部分について、えー、前編で紐解いていければと思っておりますで後編の方の動画では、まあ、ある種、主題というか本当はこっちの方がメインで感動する部分でございますので、まあ、各生徒の結末と紐解きそして「ドラゴン桜」全体の総括あとですね、まあ、毎回私考察動画出させていただいておりましたので、まあ、ちょっと私自身の話になっちゃうんですけれども、まあ、あのリピーターの,どあの視聴者の方向けにですね、まあ、今回の動画作りの総括を最後にして閉じという形にさせていただければと思っております なので、まず前編、こちらの動画はですね、こいつの話を中心にですね、えー、していければと思っております。はいで。すみません、今日鼻声でね、あの最後の動画なので鼻声で申し訳ないんですけれども、まあちょっとお聞き苦しいかもしれないんですけれども、頑張りますのでよろしくお願いいたします。でですね、前回まで、まあ、一応第6話の動画からかな、第6話の動画からがっつりこの学園買収、そして米山くんの自殺未遂の真相について、 私、毎回考察動画を一応、あのー、出しておりました。で、前回の第9話終わった時点での、まあ、最終予想的な部分もですねえ、予想できる部分も行いました。で、結果的には、まあまあ、合ってました、8割、9割ぐらいは正解というふうに、えー、捉えていいんじゃないかなと思うので、天国と地獄の時のリベンジはまあまあ果たせたかなと思うんですけれども、ちょっと予想していたことをですね正直に間違えた部分含めてですね、えー、開示していきたいというふうに思っております。 前回の第9話の動画においてですね、私まず、東大合格に関して、だからこの動画、前編の動画では直接的な話じゃないけれども、東大の合格者は全員合格っていうのはありそうだけれども、まあ、なるようになる。その、不合格の人が出たとしても、その不合格の人のドラマっていうものが、その、ちゃんと意義のあるものであれば、不合格っていうものを描く。 意義ががちゃんそそのの必要性というか、ね、それが出てくるので、まあ、なるようになるかなというふうに思っておりました。で結果的には2人不合格でございましたのでまあまあこれはその通り合っていたかなというふうに思いました。 そして学園買収に関しても、まあその学園買収がもしドラマの中において実行されてしまったら視聴者的にあまりにその後味が悪いので、まあ阻止されるでしょうねというふうに予想をしておりました。なので大枠としては東大合格に関しても学園買収に関してもあの当てることができました。でですね、前回第9話の動画において私が予想したのはこれでした。間違い、これは間違いでしたね。あの、要は 岸本、仙台理事長、そしてまあ不動産会社というかまあプロジェクトの会社、ここがです、ね、実質的なその、まあ、理事長とか桜木とかその学園買収に対して推進する人間たち、それに対して坂本、米山、そして高原はおそらく裏切っているように見せかけて実際は桜木たちの最後、その学園買収を阻止するであろうというふうに私は予想をしておりました。結論からいくと 結果はですね、要はこうでしたね。なので、ここの2人が学園買収を阻止するっていうところは予想は当たって、まあ、それが当たったんで、まあまあいいかなと思ってるんですけども、高原は、えー、寝返ることなくですね、最後まで悪役という感じでございました。そして、まああの不動産会社というか、ディベロッパーなのかなあのここの、あのあ、ー プロジェクトの会社に関しては、まあ、その不正であるとかね、その住民を買収したりとかそういったことがあるのであれば、言語道断だという形で、まあ、あの話の分かる人とか、両親のある会社だったという形でございました。で結果的にまあクズはこことこことここという形でございましたで。ここはちょっと外れましたけども、これはね、外れた方結構多かったですよね。あの、SNS とか見ててもね。あの、これはね、要はね、ミッチのおかげというか、性というかですね、悪役やら,やらなそうだもんね、その日曜劇場でも、 例えば、ハンザー直樹だったら、その、トマリをね、まあ、演じていますので、ハンザーのそのね、一番の理解者を演じておりますので、悪役はやらないでしょっていうふうに思ったらですね、最後までクズだったって、まあそこ、あの、騙されたのは、むしろ痛快でえ、個人的にはむしろ満足のいくものでございました。ただちょっと、ここ外れちゃったのは、あの、視聴者の皆さんご,ごめんなさいって感じでございました。で、あと、あの、前回の第9話の動画の中で、後編の動画の中で、予告編の分析で、 あのこのシーンが予告編にあったんですよね。で、私このシーン見て後ろにこのビルが映っているので、これ多分岸本法律事務所でしょうね、みたいな形で言っちゃったんですけれども、これファルコンゲートでしたね、結果的には。まあまあ都、都心であるっていう推測はあってたんで、まあ、そこは別に当たろうが外れはないんだけれども、で、私このスリーショットが映っていて、で、この2人に関しては、 あのまあ、桜木の味方だろうとこれはもう結構最初の方から私自信があったんですよなんかそこはもう、まあ、予想当たったんだけれどもこの2人と一緒に真ん中に高原がいるからだから高原もきっと改めて桜木というか学園売却を阻止する側に行くんじゃないかなというふうに予想したんですけどもそこは外れちゃいましたという感じでございましたそれから これ第1話の、まあ、ちょっとスクリーンショットを撮らせていただいているものなんですけれども、第1話の時にあの米山君が自殺する直前に、えー、桜木法律事務所を、えー、桜木と岸本と水野が後にして、まあ、1回ロビーを歩いている時に桜木が後ろをパッと。 えー、振り返るシーンがあったんですね、なんか意味深に。で、このシーンの意味は分からなくて、なんか意味深ですよね、でも何なんでしょうね、みたいな形で私も考察動画の中で扱ってきたんですけれども、結果的にここのシーンは特に何だったっていうことは、えー、扱われませんでしたので、これは別に具体、何かその、えー、意図のあるというか、伏線的なものでは、えー、なかったのかなというふうに思いました。この後ろを振り返ったことに関して、第5話ぐらいの動画かなんかで私が言ったときに、 あの視聴者さんのコメントで、まあ、これからその何かが起こるっていう上でのワンクッションの暗示みたいな感じなんじゃないですかみたいな形でコメントをいただいていた,かあのされた方がいらっしゃったんですけども、まあ、そういった形でその具体的に細かい伏線とかここで振り返ったのが真犯人とか黒幕とかそういうことではなかったんじゃないかなというふうに思いましたですので、えっと、外れたこととしては、まあ、高原が裏切り者でしたよとその味方じゃない これは私の予想を外れましたそしてここは別に特に意味はなかったので、まあ、具体的には2点外してしまったかなというふうに思ったんですけれども「天国と地獄」のあの全クールのドラマね全クールのドラマの時はがっつり予想を外しましたのでまあ球大点かなというふうには今回は思いました。 じゃあ具体的に、えー、今回起きたことについて整理していければと思うんですけれどもまず2年前の事件と買収事件に関しては買収事件じ買収問題に関しては、えー、完全に別物として、えー、切り分けて考えるという形で、えー、頭を整理するとよろしいんじゃないかなと思いますここ一貫して私動画の中で言ってきたんですけれどもまあ、要はまあ、ざっくりと今回起きたことというか真相を要約すると米山くんの自殺見据に関してはまあ、精神的に追い込むことによって え岸本が桜木を追い落とすための、えー、それは手段であったということが分かりますマジでいい岸本クズなわけなんですけれども、でそれに対して、まあ、今回というかその、全体を巻き込んで学園買収の問題、学園がた辰巳学園が存続するか、えー、しないかに関しては、あくまでも。 一事業としてその学園買収統合型リゾートを建設するっていう話を、まあえー、仙台理事長そしてまあ岸本が顧問弁護士そしてまああの不動産会社というか、まあえー、会社とそこで進めていたところに坂本と米山が結果的にこっち側の,その復讐とかの目的もあって、まあ、矢島の指示矢島はその前,前の「ドラゴン桜で」で、えっと、山下さんが演じていた役ですけども矢島の指示で 実質的なな入をししていいたたという形になりましたですので、完全にその学園買収問題に関しても,もちろん坂本と米山の功績で阻止をすることができたわけではあるんですけれども、ものとしては完全に別という形でございましたという感じです。なんで、完全に分けて、今回この後の整理していければというふうに考えております。じゃあ、まず、時系列的に前に相当する えー、2年前の米山君の自殺未遂の真相について、えー、改めて整理していければと思っております米山君でございますけれども、まあ、文字にして整理するとですね、えー、このような感じなんじゃないかなというふうに思いますまず、えー、米山君が自殺未遂をするしない、えー、そこの部分よりもより遡ってまず岸本が教育コンサルタントの、まあ、依頼がたくさん来る、えー まあ、桜木に対して、でも桜木はそれをその、なんて言うんだろう儲け的な感じで何でもかんでも受託しないので、その岸本的にはちょっとその、まあ、ストレスが溜まっていたというか、まあ、言うならば岸本的には上から目線で自分がコントロールできないというところもあるので、まあ、桜木を追い落とすため、追い込むために、米山君を利用しようというところ、これがスタートになります。そして、東大受験の直前に、桜木を偽った岸本弁護士からですね、 プレッシャーをかけるようなメールが大量に送りつけられます、まあ、要はお前なんか東大に受かるはずがないお前には無理だみたいな形で、えー、メールを送られるという形になりますこれだから絶妙だなと思っていて絶妙ってたなん褒め言葉みたいだけれども結果的にそのもう要は完全に集中その受験に集中していてでそのお前には無理だみたいな風に言うと決してそうやって何て言うんだろうバカにしてるんじゃなくて まあ、プレッシャーをかけてくれてんだみたいな暗示みたいになっちゃうと思うんですよねメールの真意を確かめないって前提で考えるとなのででもそれがあまりにその多くその最初の時点で疑わなかったからこそ、まあ、その後大量に、まあ、何回も何回もそのメールが送られてくるともうその,なんていうの,あのサブリミナル効果じゃなくて徐々に,徐々にこの洗脳とかすり込まれていって結果的に受験の本番でも結果を出すことができなくてそれが不合格につながったと。 いう感じだと思われますでまあ精神的に追い詰められて本当に、えー、自分だけ、えー、受かることができなかったので、えー、自殺未遂に至るという形に、えー、なりましたなんだけれども自殺未遂をして、まあ、回復した後、まあ桜木先生はもうどこかに失踪しでワイドショーのマスコミでは、まあ、自分名前こそ出てないかもしれないけれども自分のことを中心に、まあ、騒ぎ立てられているけれどもなんかあることないこと書かれているおかしいぞというふうに 米山君はなななったんじゃいいいかなという,ふうに思いますそして、まあ、自殺未遂しなくても、えー、自殺未遂しようがその偽メールをもともと岸本は、えー、マスコミにリークをしてですね、まあ、落とすつもりだったと思いますので結果的にその自殺未遂をしたことすら、えー、岸本は好都合としてあることないことを、えー、マスコミにリークしたとだけれども、まあ、洞察力の鋭い、えー、坂本社長、えー、とこれは林健人さんの方ね がですねのあることないこと、まあ、書かれているけれどもどうも内情に詳しく書かれているとそのあることの部分があまりにその内側の関係者みたいなことが書かれているからこれはちょっと完全に近しい人間の仕業だぞっていうところのそのま疑念とまあ、多分実際そのサ,サーバーであるとかそういったものの経由とかを調べることによってその2つが合点、えー、というのがつながってあ犯人は岸本だと。 いいいいうふうにになななったんじゃないかなというふうに思います、まあ、それで、えー、メールの送信元が、えー、岸本というふうに判明という感じになったと思われますじゃあそれで岸本が結果的には米山君を追い詰めましたとであの2年前の偽メールのこともそうでしたよ桜木を追い落としたマスコミにリークしたのも岸本でしたとにかく岸本が一番悪いやつだというふうに坂本米山は、えー、なりましたよと。 じゃあその2人のが今回の,この学園買収問題の方にこうえ入り込んできたわけなんですけども、その真の狙いは何かというとこれはですね第1話、第2話のえ2人の会話からですねえある程度、ものが明らかになります、まあ、前回も使った図なんですけれども、図というか文字なんですけれども、第1話においてまず林遣都さん演じる坂本社長が桜木先生復活するかもよという,ふうに言いましたと。そしたら米山君が、 へえそうなんですかそれはやつを潰すにはもってこいの展開ですねというふうに言っておりました最終回が放送された今でこそもうこの意味は完全にえ分かりますよね桜木先生復活するかもよへえそうなんですかそれは岸本弁護士を潰すにはもってこいの展開ですね合点いきますよねでもう一個いきましょう第2話えーだって好都合でしょう桜木先生には復活してもらった方がこっちだって動きやすいし ととうとうやる気になったか、辰巳学園、面白くなりそうだな。A、必ず叩き潰しますよ、あいつだけは。上で米山君は桜木先生というふうに言っていて、上で桜木先生というふうに先生と故障した人のことを、あいつなんていうことは普通に考えれば言わないですよね、みたいな形で私考察していたんですけれども、まあ、今となっては分かりますよね。必ず叩き潰しますよ、岸本だけはという形でですね、なるほどなという形になりました。なので、 岸本を叩き潰すというのが、まあ、坂本協力者ではありますけれども、えーまあ、岸本を叩き潰すと、で叩き潰すっていう言葉を具体的に、えー、展開すると、それは、まあ、今回、坂本が実質的に代弁をしておりましたけれども、まあ、弁護士資格を剥奪されて、まあ、弁護士としていられなくすること、それは具体的に何を示すかっていうと、岸本の名誉を失墜させることと。 いいう形でございますなので分かりやすく言えば、まあ、監督一緒なのでまあ使っちゃいますけれども半沢直樹でいう倍返しという形がですね結果的には、えー、米山君そして坂本の、えー、真相というかですね狙いだったという形になりましたよとでそれに対してそれをじゃあどういうふうにやろうかっていう中においてですね、まあ、ちょうど統合型リゾートの話があったため、えー、懐に入り込むと。 で実際、この坂本社長のファルコンゲートっていうのは、そのオンラインというかネットを使った教育支援サービスみたいなこととかもしておりますので、まあ、その辺であるとか、出資であるとか、さまざまなことをまあちらつかせたんでしょう、それによってプロジェクトに入り込むことができたという感じだったんじゃないかなというふうに思いました。にしても、このですね、この倍返し要素の部分、まあ、主題ではなかったですけども、非常に痛快、爽快に、あのむしろ、あの主題はね、ちゃんと東大受験の方なので、だからこそ、 変にこう、こなんていうんだろうな、どっちらかってる感じじゃなくて、すごいちっちゃい感じの話で、コンパクトに倍返しがあの、最終回描かれていたのであの、個人的には楽しかったなというふうに思いました。まあ、要は、もう坂本社長のあれ、よかったですね、あの、あんた弁護士資格、もう剥奪、そして、あの高原あ、あなたはもう県議会議員も、これでパーみたいな感じのですね、この感じ、この痛快な感じですね。 めめちゃめちゃゃ良かったですねそれに対してもこの顔やったーみたいな形でもう私あのテレビの前で見てしまいましたけれどもちょっとだけ余談ね1分ぐらい余談させてもらうとあの私本業が映画メディアのシネマズプラスというところの編集長でもう6年やってるんですけどもあの林遣都さん2回お会いさせていただいたことがあるんですよ、まあ、あの昔インタビューも自分でやってたんで今はもう完全にあの管理職みたいな感じなんですけど昔インタビューやっていたのでインタビューアーとして あの2回、二回テラフォーマーズのあのスピンオフの作品のインタビューとあとネットフリックスの火花、ね、の、えー、とインタビューをさせていただいたことがあるんですけど本当にねあの、まあ、2回、お会いしているのでしかもそれ多分半年ぐらいで2回お会いしてしたんですけども2回目、インタビューに行ったときにああっていうふうに覚えてくださっていたんですよだからもうそれ以来会ってないんでもうお忘れかもしれないですけどもあのそういった形で非常にこのインタビュアーはであるね、まあ、所詮このなんか ねえあの変なこ,こんなのがいってもですね非常に真摯にこう目を見てインタビュー受け答えしてくださる方なのですごくこの,あ,の,あ,のあんまり優劣つけるものじゃないんですけれども今までさまざまな芸能人の方インタビューあのさせていただいたんですけれども本当になんかもうベスト3に入るぐらいあの礼儀正しくこちらとしてもまたインタビューしたりとか本当素敵な俳優さんだったなっていうふうな方なのであのそういった方がこういうですね倍返しとして最後にですね あのドラマをぎゅっと締めてくれたのはですね本当に、えー、喜ばしいなというふうに思った次第でででございます、はい、ではですはね次に、えー、それに対して、まああのーまあ、岸本を失墜させるって話になったんですけれども、まあ、桜木の教えがここがですねいい感じだったなというふうに思いました。 それは何かというと、まあ、このセリフの通りですね要は米山君がもう岸本のことをです、ね、マスコミにリークしようというような形の話になったわけなんですけれども、まあ、復讐なんてものはえ結局誰も幸せにならない、誰かを陥れて手に入れた成功なんていうのは、所詮せむなしいものだと、2年間岸本を見てい,れば見ていたならよくわかるだろう。 でちょっとこう中略ですけれども前を向け米山お前はお前の人生を生きるんだという形でこのセリフ非常に良かったなというふうに思いましたこれ要はよ許しの話じゃないですかでこれを見て分かったこととしては例えば半沢直樹って 倍返しって形で要は相手をですね、コテンパンに叩き潰してあの終わる形なんです痛快、爽快なわけで、まあ、ストレス社会と言われる今の,この現代社会においては、まあ、それが支持されて異次元の視聴率20毎回20%超え最後30%超えみたいな形になるわけなんですけれどもこの「許しの心」っていうのはその日曜劇場の中では半沢の木っぽいと見せかけて下町ロケットなんですよね。 部分がありますので具体的に話すとちょっと、ね、複雑になっちゃうんであれですけれども2018年に日曜劇場で放送された下町ロケットこれも阿部博史の主演ですけれどもの中においてはですね、まあ、最後に特許をめぐってですねその主人公の佃田社長の、えー、経営する佃田製作所がですねあの特許をめぐってライバル会社にその特許の使用を許可するっていうですねちょっとこの,あの和解的なとか許しの 物語が展開をされておりました。なのでそれっていうのはそのね相手に嫌なことをされたとか相手があの復讐するような。 怒りを一時的に持ったとしてもでもそれを復讐してしまってもまたそこからは相手に対してもしかしたらその相手がねメンタルが強かったりとか狂ったりしていたらまたその復讐されることになるしその連鎖っていうのは終わらない、まあ、俗に言うほら戦争がずっと終わらないなんていう話の時にもこういった話出ますけれども、まあ、それはまた別の話かもしれないけれどもっていう形で今回もこの桜木先生の言っていたことっていうのはそういったその復讐の連鎖を生んでも何も 物事っていうのは本質的には解決をしないのでだからこそ,そのあくまでも前を向いて自分自身の人生を生きるとその自分のことを失墜させるようなクソ野郎もいるかもしれないでもそういうやつは自滅していくからともうほっとけよという形で言ったのは確かにここで復讐した方が視聴者もスカッとするんですスカッとするんだけども、まあ、それをしなかったっていうのは別に、えー、とこれはこれで良かったんじゃないかなというふうに、えー、個人的には思いました。なで、まああののであ 演出の監督がね福澤監督という半沢直樹も下町ロケットもこのドラゴン桜も一緒でございますので、まあ、そこのところとしては半沢風演出というふうに良、ね、くも悪くも今回言われたこの2021年のドラゴン桜ではありますけれども、まあ、半沢風でありつつドラ、えー、と下町ロケット風な部分というのが、まあ、この辺もです、ね、垣間見られたなというふうに個人的には思いました。 で、えー、学園買収問題の真相の方に移っていければと思うんですけれどもまあこれはそんなにもう複雑ではなかったですねもうすっげえざっくりですけどもえクズと良心ありと潜入という形であったんじゃないかなと思いますなので、えー、とクズとクズとクズがまあいりましてはいバイバイって感じでございますけれどもここの2人に関しては良心があったという感じでしたねそうだからこれあの視聴者の方にもコメントいただいていたんだけども市川右段次さんが最後まで何もないことはないんじゃないかなみたいなそのキャスティング的な考察ねの部分があって 要はですねピンポイントではありましたけれども、最後の最後に両親を見せて、ですね、まあ、学園買収を実質的に阻止したのは、このですねプロジェクトを主導する、ここが結果的にはまあ降りるよっていうようなことをにわせたことによって、理事会がどうだ、こうだ、くそもなくなったという形で、ですね、えー、非常に痛快だったんだと、個人的には思った次第でございましたたでもここは本当に潜入していただけでございました。ので でまあ高原は多分その県議会議員になるとかまあ言うならば一人だけあのさっての方向を向いた謎の野望を抱いていた部分がありますのでまあその一番のねまあクズはこことここで見せかけせつつそのなんおいうんだろう美味しい話にうまーく口車に乗せられて自分がむしろそののなんていうのこれを土台にして踏み台にしてよりステップアップしてやるみたいな感じに。 え見せていたので私個人的には最終回まで迎えて全部見た時にはあ実は一番のクズはあの彼なんじゃない高原だったんじゃないかなと個人的には思いましたすごいねミッチーがこれを演じるといい人だって最後まで勘ぐっちゃうっていうこれはまた一つですね反省材料でもそこはもうほら演出は完全に狙ってましたからね半沢直樹に出演している人とか あとは、まあ、陸、あ、王、のー、出演してますからね、池井戸潤さんのとか、その辺とか含めてですね、うまい感じにキャスティングだって、むしろほら、仙台理事長だって、半沢直樹ではあの帝国航空の社長で、あれはいい人だったじゃないですか、なので、それでキャスティングの妙で、あのー、ちょっと翻弄させられたっていうのは、個人的にはむしろ楽しかったなというふうに思った次第でございました。はい でそれぞれの思惑と結末について一応ちゃんと見ておければと思うんですけれどもまず、えー、と岸本に関しては、まあ、多分マスコミに対してリークをされるってことはですね、まあ、あの桜木がストップをかけたので。 まあなかったと思うんですけれども、でもそこでじゃあ、また好きなようにこのずる賢いやつだったらやるんじゃないかと思われるかもしれないけれども、そこは坂本が、ですね何かあったらリークするっていうような形で、ですね言うなら、完全にもう、あのー、もう手錠と足かせをこうかけられているような状態になっているので、もうこのまま失墜していくというふうに考えるのが正解なんじゃないかなというふうに思います。 まあ後日談としてその弁護士事務所を畳んだぐらいはあの一言ぐらい入れてくれたらですねあのもうちょっと数回、総会だったと思いますけれどもまあそこは皆さんの推測の域でどの程度の塩梅で彼女にお仕置きを下すかっていうのはまあお任せでいいんじゃないかなというふうに思いました。であのー 実質的にその学園買収に関してその理事会云々ってところに対して、要はここの2人ですけれども、に関して細かくは描かれませんでしたけれども、普通にあの展開を見ていれば、ここの2人に関してもその、ま、要はここの3人は悪さをしていたっていうこと、しかもそれを公表されたらされたでも、あとは罰を受けてまたどっかでまた戻ってきそうだけども、公表されないっていう、なんて言うんだろう、言うならば悪いことしたその悪いことを、 また何か悪いことしたら全部表に出されるっていう悪人に対して脅迫って言葉変なのだけど脅迫されてるような状態にえございますのでもう身動き取れないんですよね、3人とも。だからそれを考えるとた多分ここの2人は理事を辞めたんじゃないかなと個人的には思っていますま。理事長としてえ残ったりとかあの校長に就任するとかっていうのはまあ普通に考えてありえないだろうという感じでございますよ で米山君に関しては最後その今回まあ 坂本,にですね、あ坂本じゃないと、桜木に復讐はもうやめるべきだっていう形でですね、えーまあ、突起伏せられましたけれども、まあ、その後ここのシーンですけれども、まあ、桜木とです、ね、握手をして、えー、笑顔も見せておりましたので、そこはですね、まあ、要は桜木の教え子ということでございまして、まあ、全部納得した上でですね、えー、もう復讐は止めるという形で、坂本にあとは何かあったら坂本がばらまくっていうところで,です、ね、話は落ち着いたんじゃないかなと、個人的には思いました。 で、えー、と今回の今回のというかですね、えー、とこの図にいない面々でいうとあと、まあ、見ておくべきなのは、まあ、理事長でございますね、まあ、理事長結果的には、まあ、全然悪役でも何でもなかったといかむしろすごい良心を持っていてだけども傲慢な部分とか自分に脳を唱える人間に対してちょっとパワハラ的なことをやっていたことは事実なので彼女自身は間違えたことは確かにしていただけれども教育理念っていう桜木の言葉を借りれば教育理念という部分に関しては何ら間違っていなかったので 目的であるとかゴールに関してはちゃんと定まっていたけれどもプロセスを間違えてしまったというのが彼女でございましたで1回はまあ理事長の座をですねサインをして降りたと思うんですけれども、まあ、普通に考えれば具体的に後日談が描かれたわけではございませんけれども普通に考えればまあ理事長を復帰してこのまま続けていくと、まあ、実は決意表明もしておりましたのでそういうふうに捉えて差し支えはないんじゃないかなというふうに思いますですけれども そこはまあ描かれていない以上、まあ、皆さん別のご意見があったとしても、別にそれは否定するつもりもございませんし、別に私がなんかその、いやいや、それはねえだろいうと言われることも別にいらないんじゃないか、な。それぞれがどの程度の塩梅で考えるかというのはまあ自由かなという,ふうに思っております。私は多分理事長にに復帰したという,ふうに考えております。 で、その後の予想なんですけれども、これ、まあ、描かれてない部分を含めて予想なので、あの、それぞれ皆さんもご意見あってもよろしいかと思いますけれども、ちょっと整理してみました。まず、東大型リゾートの計画に関しては、頓挫したというふうに私は推測しております。これは、まあ、市川右だんじさん演じるですね、まあ、あの、要は不動産会社の、あそこか両親を持っておりますので、このようなことだったら、もちろん建設を進めることはできないという、えー、一側面がありますし、そもそも住民投票。 に関してですね、えー、まだ反対派の方が若干多かったので、あれは多分買収しきれてないと思いますので、覆せないという形なんじゃないかなというふうに思いますよと。で、学園はおそらく、まあ、えっ、ー、と、小橋と岩井、あのヤンキー2人がですね、留年することもございますし、藤井君も東大戦下で多分もう1年って話だと思いますので、それを考えると学園は存続、まあ水野が残るっていうふうに言ってる以上、学園の存続は決定事項というふうに考えてよろしいかと思います。で、 校長以外は基本的には理事を刷新したんじゃないかなというふうに推測されます。で、理事を刷新っていうのは、一旦その理事長は高原になっておりましたけれども、まあ、あの状態で居続けることはできないと思いますので、それを考えると、あの理事長からの江口紀子さん演じる理事長ね、が、えー、再任という形になって、他の理事も刷,刷新されるという形になったんじゃないかなというふうに推測されます。 そして先生たちですね、まあ、要は学園の売却に対して賛成していた先生たちですけれども、まあ、高原の口車に乗せられていたということで謝罪した先生もいると思いますし、まあ、今回実際東大の合格発表のところでですね、まあ、校長が1回ぶち切れていましたけどこの裏切り者がと言っておりましたけれども。 でもまあ生徒たちのことを思っているということは事実であると思いますので先生たちは改めてですねむしろ、そのなんてい,うのいや、別に反対本当にしたわけじゃないんですけどねみたいなそういうなんかあのうざいタイプもいるというふうに推測しつつまああの電話もね最後、ひっきりなしにあのかかってきておりましたので先生たちは改心してですね、えー、辰巳学園の先生として引き続きやっていくという形になるんじゃないかなと個人的には思っております。はい こんな感じですかね。なので、米山くん周りと学園買収に関しては。はい。なので、これで一応そちらの話はもう全部整理しきれたと思いますので、ある程度皆さんのですね、理解の助けになれば幸いでございます。じゃあ、後編の方の動画をですね、えー、とこの後すぐ撮りたいというふうに思っているんですけれども、あの今日中に2本とも出します。これ今月曜日の、えー、と朝今10時です。朝10時なので、この動画はもう11時前には頑張って編集して出したいと思います。 で、えー、後編の動画に関しては受験ストーリーの総括でございますね藤井よかったな藤井君 MVP だね今回はだからもう後編の動画はもう基本ガッツリ各生徒について1人ずつ細かく丁寧にですね、えー、触れる、えー、動画としてですねこれで私のドラゴン桜の動画は閉じと、えー、させていただければと思いますのでもしよろしければ後編もご覧ください後編は多分 この動画の編集をしてアップし終えてで先に「晴天をつけ」の動画1本撮りますので「晴天をつけ」の動画1本撮った後に午後に、えー、本業の対応を終る程度終えた後午後3時4時には撮れると思うんで。 午後8時時ととかか9時にはえ上げらられたらいいかなというふうに思っても最終回なんでね、あの日本とも今日中にアップできればと思いますので、もしよろしければ後編の動画もお楽しみください。後編の方が私の感情面とか感想とか、えー、具体的にお話しできればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ前編の動画はこれで以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。